で、冷たい氷に入れ続けるとまず身がギューッと縮んでエネルギー物質を消費してしまいます、うん、だから旨味の元がなくなる。これはもう一つはあれってしちゃっちゃけるでしょ、目が白くなって、はい、問題が神経締めという神経締めの方法ですけれども、ちょうどよくね、細長い魚、あとは頭蓋骨の硬い魚とこう揃ってるんで、まず、基本的なものからやってみましょう。まずね、用意するものはこういうスポンジ、これ絶対必要なんですね。例えば硬いところでいくら生け締めしてもバタバタって叩くでしょ、そしたらそれだけでも身割れの原因になるんですね。だから必ずこうやってこういうマットの上で、魚は体温嫌いますから、だからこれ軍手ずらして、そういう意味で軍手してでこっちはいらない。そう、生け締めというのは、まず通常言うのは脳を壊して動きを止める、即殺ね。それから血管を切って血を流す、高血、それから、最後に、神経をワイヤーを通して壊す、神経抜き、この3段階になりますけども、実は最高の魚を作ろうと思ったら重要なのは釣ってすぐ殺すことではないんですね。こうやって一晩これでね生かしてやるわけ。そうすると疲れた筋肉が元に戻って、旨味の元にある成分が回復されます、ね、で腹の中のものも全部出る。だからものすごくいい状態、リラックスした状態、イケコシと言いますね。一晩イケコス、イケコした魚はね、網ですくってもね、ゆたーっと暴れませんね。ゆたーっとしたまんまで、でイケコしたやつを殺す、で血を流す、で神経壊す、でその後のね保冷が重要です。保冷、せっかく生け締めをやってもそこにドサッとこう氷を当ててしまったら生け締めの効果が消えます、ね、冷やしすぎないことで、体のこの魚の筋肉に氷を直接当てないこと、これが重要ですね。これで目を隠してやるとこうやってスッと一度暴れると暴れ始めるんですけども、これで静かになりますね。静かになります。静かにしたところでこの眉間、おっと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 、眉間のここのところから鍵を入れてきます。で、はい、こっちへ、はい、はい、これでもう閉まりましたね。今この脳を壊しました。したらこう持ってきて抜いて、はい、膜を切ります。膜だけですよ、膜だけを切ります。膜を切ってこの奥の血管をカツッと、はい、もうこれで塩だ流していきますよ。はい、これ見てください。おお、これ片側だけでいい、片側だけでいいです。大きなマグロみたいなものは両側切ってありますけども、こういうこの程度の魚だったら片側だけでいいです。とにかく心臓が元気なうちに一番太い血管を一箇所だけ切ってやる。でよくやる失敗がですね、尻尾の方にもよかろうと思って尻尾の方に傷を入れたりする、こと見かけ上は血がたくさん出るんですね。あとエラ元を切る、見かけ上たくさん血が出ますけれども、血管っていうのは筋肉の隅々まで走ってるんですね、毛細血管が。これを抜きたいんですけども、両方に穴を開けてしまうと血圧が下がってその血が抜けなくなるんですね。だから一箇所だけ一番太いやつ、このまま血が完全に抜き切るまで置いておきます。はい、切ります。眉間から、よし、今度はさっきの鍵と違って、はい、今度はこのスティージスパイクで、でよく壊してやるのを、で同じようにここの心臓、ここですから心臓触らないように、ここの膜を、膜だけこの骨に沿って切って、でここの奥の血管を一箇所だけこうやって切る、とうとう血が噴き出してきますね。はい、この膜の奥の背骨の石、これほら、これ静かになるでしょ。そしたらここがほら
尖ってるでしょ、だからこっから入らないわけ、はい、だから、この生え際、鱗の生え際あたりから、ね、この作戦のところ、こっちに向かって、はい、はい、こうやってよく壊してやります。でこれ入れすぎると突き抜けて、あのエラの中にね、こう穴が開いちゃう。よし、はい、これもそうです。膜を真ん中あたりから膜を切ってカツッと当てる。こと、ほら血がドッと出る。ドッと出るでしょ。これなんか骨までいいかな。あくまでもこの心臓の力で血を抜いてやる。そのために心臓を元気な状態に保ってやる。だからこう初めの慣れないうちはね、こうやってこう魚をね、暴れるから押さえつけて、ああ行かない行かないってこうギリギリギリ押さえつけながらやるね。そうするとほら心臓圧迫ね、だからよくない。だから本当にね、手をそっと添えるだけでおとなしくなりますから、そしたらこうやって見極めてやればいいですね。はい、それじゃあ赤陣はこれは正面から抜けますね。おでこが広いからこっからね、こっから、はい、こっからほら側線がこう来てでしょ。側線がこう来てて、ここのエラーと側線の根っこ、ここと眉間と結んだ線の角度、これをつけます。これだと行き過ぎ、これで浅すぎ、ね、ほらここの線と、うん、この角度ね。でこっから行きますよ。硬いんですよ。硬い硬い、だからこのエッジが切ってあるスパイクがものを言うんです。はい、入った入った、ほら、色変わんないんだな。でこれしばらく浮いてたからちょっと疲れてますね、うん、あ、血出た、血出ますけどね。はい、行きましょう。お、出る出る、お、出るね。これ脳死だけど心臓は動いてる。動いてる。脳を壊しても、ほら生命を司る重要な器官っていうのは自律神経系だから、勝手に動いてる。そうそう、人間でもそうですね、脳死になっても心臓動いてる、それと同じです。すげえ。これもまだ全然出てますね。種類はどこ、あ、薄い、大丈夫だ、これいいんじゃないでしょうか。でこれ斜めから抜きましたよね。これでいこうかな、これでいけるかな、斜めからいきました。で待って、ツンツンってやって、はい、ビクッとするところがあります。そうそう、やったところからね、あー、これ脳が壊れちゃったな。ちょっと太いかな。魚によって神経の太さいろいろですから、一番こう、はいはいはい、入るところね。これ斜めからだからちょっとコツがいるんです。こう曲がって入ってますよね、ほら、はい、こういう角度で入ってるでしょ。これこういうふうに入ってるんです。ちょっとこれはねコツがいりますね。でどれが入ってるか、ちょっとこういうふうに入ってます、尻尾の先まで。これでこのまま放っとくと、ほら白くなってくるでしょ。白くなってくると、うん、市場に出した時に白っちゃけて色が悪くなる。で、体温持ってますからそれも良くないってことで予冷してあげます。これ見てください。これこの色覚えといてね。この色覚えといて。で、これがどういう風に変わるか。これ眉間の穴ね。はい、ピクッと、はい、はい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 。よく壊します。この時に よく失敗するのは、あ、入らん入らんと思ってこうギュ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 やることね。こういう持ち方して、こういう持ち方をして、こうツンツン探ってあげる。こうやって探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 って、ビクッとしたところで入れていく。これもどうでしょう。出なくなってからこれ、ここにこういう持ち方で、こういう持ち方で、こういう持ち方で、はいはい、で
カクカク、はい、入ってる、いやいや違います違います、それ違います、はい、入ってない、それはね違うところに入ってる、あ違うところに入ってるの、うん、これね、うん、今ほらほら今こうほらビクッとするところがあるから必ずビクッとするところを探し当てて、あいや今これですこれです、おでよく壊して、うん、あもういったはい OK です、色が変わった、はい、色が変わっていってるね、で予冷しましょう、ちょうど真剣に当てればビクビクするんだね、そうですそうです、はい、それでは青の引き込みピクピクと汗やばしさえ入れ入る、無理に入れる必要ないですよ、はいはい、スッと入れ、角度を変えてみて、あ、いった、そのままそのままそのまま行きます、そのまま行きます、一気に行きます、入ったよ、柔らかいね、うん、で最後までやってよく壊したで、初めのうちはどこまで入ってるか確認しましょう、はいはいはい、ここにこう持ってどこまで入ってるか、はいはい、お、全部入ってる、 OK です、これをよれ、さっき種類を入れましたよね、ここにね、うん、こういう色になります、うわ、白くなった、ほら、こういう色が出てきますね、あ、色が出てくる、うん、色が出てくる、こんな色がね、で今ほら目がちょっと白いでしょ、目がちょっと白くなってるでしょ、これ冷やしすぎ、あ、うん、目が白くなったら冷やしすぎ、温度が低すぎますね、これちょっと低すぎるな、もう一回、もう一回、あそこだ、さすが一発、すごい慣れてる、現在こじ、おい、おい、はい、ついでにこれいきましょう、はい、高いわ、ダメだよ、あ、それ横から行った、あ、さすぎですね、肉に入ってます、今肉に入ってます、こっちに、まず、ここ目指してくれ、角度、角度、あ、それ肉ですね、あ、入った、入った、そのまま行ってください、そのまま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 、ぐっとそのままスーッと、まだ生きてるってこと、ああ入ってる、いやとしてるな。一匹逃がすよ。はい、入った。入りましたね。入りました。そうですそうですそうです。ですから今見て分かる通り、これ脳みそだね。これ最初にこの鍵を入れる角度を間違うと、間違うと変なところに入っていく、入りづらい、あるいは変なところに入っていくっていうことですからね。わあ。愛着湧いてきちゃった。この線ですか。うん。そこそこそこに向けて。これ外す。ツンツンと。角度変えてツンツンってやってると。指とこれ一回。入った。入った。そこだ。そのままそのままそのまま。その時もこうやって目隠してやるとあんましゃばらずにスーッと、そう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 、で入るとこもやる、でよく壊す、今度一度ね自分で魚を食べる時に神経の太さを見とったんですよ、背骨の上ね、背骨の上、うん、このこれぐらいのサイズだったらこのサイズ、この太さでいいんだな、はい、ありがとうございます、初めのうちはね、あれで硬直が始まったら、硬直が始まったらいくら冷やしてもいいです。硬直が始
まるのはどのぐらいなんですか。イケコした魚は例えばタマンなんかだったら10時間ぐらいはベロベロのまんまです。はいはいはい、行くよ。はい、行きますよ。はい、はい、オッケー。少しこれ回しながら行きました。よし、よし、じゃあ行きましょう。で、尻尾をこういうふうに持ってきます。そうです。はい、いや、やっぱ一匹変なのがいるよ。あ、その持ち方いいですね。それでいいです、それでいいです。あんま四角入れないように膜だけ切る。膜だけ切って、うん、膜だけ。この骨沿いにスリスリスリでカツッと入れる。あれ、なんでうちが出ないか。あ、出たか。あ、オッケーオッケーオッケー。で、僕行ったんだから開業開業開業、はい、はい、開業開業開業。後でいいのが3匹ぐらいあるから。もう先ひねりか、奥の方に。そうそうそう、あ、よし、あのね、脳ってこう、こっちから見るとね、こういう形をしていて、運動を司る延髄っていうのはここにあるんです。ですから、まずここを壊して、さらにその奥を刺してる。グリグリはそこの部分なの。はい。いいんじゃない。いったいったい。これ合わせるだから。なんでこれでいくの。選んでおいてよ。うつんつん。これ入った。あ、一発で。おー、一発ですね。さすが。最後ね、見本演技。あれ、あまり奥まで行けない。大丈夫。大丈夫。見せます。でね、喉、あの、でその代わり、生け締めした魚っていうのは温度の差にものすごく敏感ですから、これ例えば冬だったら発泡スチロール今触ったらあったかい、うん、だからこの温度も当てたくないんで、これも2枚ぐらいでいいのかな、 2,3 枚これで、これを蒸らす。この発泡スチロールの温度を遮断するために、ね、それで、魚左右？左右に入れるより、こう。でも左右に入れてるのかな、こう、ね。こう。こう。で、これ2入り、3入り。3入り。3入り。3入りになったらこうだね。そうそう。もう一つ。たくさんの時は、あの、魚を立てて入れてます。はあ、はあ。立ててね。腹を上に。これ10キロ入るんですよ。これよく水気をね、こう落としてパンパンに詰め込んで、これあの皆さんビニール袋を使う場合にはですね、あの水分をよく取らないとこの中ジク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 するので、新聞紙だったら吸ってくれるんですけど、でこうちょっと見栄えをこうしますかね。そしたら、本当はここでサランラップ貼っちゃうんです、パーチをね。そうすると色がこのまま保たれます。これあ、そうか、神経締めのやつ。7番と3番。7番と3番。ちょっと色あせてきたでしょ、ほら。ね。これ貼ってなかったから。はい、貼ってなかった。
たまこれを使うっていうんであれば、これをしっかりこう貼り付ける。よくこう切っちゃっても大丈夫ですか。どこですか。魚がつかなくて、切っても大丈夫。できるだけくっつかない方がいいです。うん、そうです。できるだけくっつかない。本当は横たえた方がいいですね。だからこれで本当は握りでいきたい。握りでね。でもまあこれで。要はね、ここに空気を触れさせたくないわけ、ゲージ締めした魚の肌にはね。でもう一つこのビニールの問題点はね、問題点はこう空気入ってるでしょ、うん、空気入ってるからその空気はまた触れるんですよね。でまあいいでしょ、この辺の、あの収納の仕方は考えてください。じゃあ1匹ずつ変なサランラップで巻いてっていうのがいいです。シャープで巻くと姿悪いでしょやっぱペタッと貼り付けるぐらいですね。これでまたでこれは氷の打ち方はどこまで送るかによります。どこまで送るかによりますよ。今 これであればこれ中に水が入っていかないでしょ。だからよろしいです。水の中に水が入っていかないようにこうやってね。で夏場でも今も今日はなんか涼しいからこれでもう明日の24時間十分。これで十分です。これ以上氷を打ってはいけません。そういうことですね。通常はねこれ袋がないから、魚をこの新聞紙のように横たえてこう小さなビニール袋に氷を入れてね、氷を入れて四隅にポンポンポンと、であとこの辺にコロコロっと置くぐらい、うん、で蓋したら箱内の温度が、7度から10度ぐらい。であとはどこまで、さっきも言いましたけども、どこまで送りたいかなんですね。本島でいいのか、島内商品なのか、うん、本島であればもうこれで明日送るでしょう。一杯分ぐらいね。要は冷やしすぎなきゃいけないんです。冷やしすぎるとせっかく生け締めして旨味を出そうとするのに硬直が早まって旨味が十分にできないということで、お約束は腹とか尻尾は頭はいいんです。筋肉に直接氷当たらないんです。はい、だからあれだったら乾いた新聞紙をポッと上に乗せて、それでこう氷を、うん、やってもいいんですよ、ね、野菜粉ぐらいの温度ですからね、7度から10度ですからね、はいはいはい。こっからこう入れました。こうこの角度です。今入ってますこれって。で今プチュッと出ましたね。これ神経なんですよ。脳の一部。で一応で切ったのはここじゃないんですね。この奥だから、ここは切れてるんです。ここじゃないんです。ここなんです。でこれをこっから神経を通していくとどうなるかというと。ここに出てきますね。そっちが、うん、骨の上。ほら、骨の上。骨の上だ。うん、でこの骨の下が血管です。これ。うん、でこれここのままこうどうなるかというと、こうやってこうとか、シュッ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 。でこうなるんです。これ5時間前にミキさんがあ、だからうまくいった。いや、この透明感なかなか上々ですね。あ、褒められた。こういう感じ。じゃあ次に、わかりました、神経の位置わかりましたね。そしたらこれをね、縦割りしてみましょうね。どうなっているか。週間平気で持つ。さあ、これここでしょ、こう入ってるでしょ、ほらここ、こう目の真後ろの脳みそのところだよね、うん、ですからワイヤーで言うとワイヤーはこう。これ今脳ですよ。
壊れたの、うん、こう通ったわけよ。こう、じゃあこんだけ空洞がやっぱあるんですね。脳が入ってる、脳が入ってるせいです。これが空洞ですよ。でさっき僕が奥の方までやってないって言ったのは、はいはい、ここでバスってやっても確かに一見閉まったように見えるんですけども、実は運動神経があるのはこの奥なんです。延髄がだからここまでやってねと、でグリグリここまでやってねと、でやりすぎると突き抜けちゃいますよと、こっち。そしたら神経締めができなくなっちゃう、うん、そうそう、向こうに来ちゃう、荒の方向にね、うん、行ってしまうわけ、うん、ということですね。はい、いいですか。